隠れて獲得攻撃だー。おーいやー、朝ツイッター見てビビりましたよ。いろんな意味でね、もう騒がれてましたよ。ロマーナさんが隠れちゃ Here we go 出してきたーって思いきや、ブライトン公式がいろんなメディアで誤報が起こってるっていう声明を出して、それに対してまたロマーナさんが誰が嘘ついてるか見てみようということを言ったりしてね、何が嘘で何が真実なんですか。コンフィデンスマンの世界へようこそはもういいって普通に決まってほしいですよね。なんでチェルシーだけ一悶着あるんですかね。まあ一説にはククレジャの契約にコルビルを含めるかどうかでまだね話がまとまってないからブライトンは否定してるっていうことらしいので、ククレジャのチェルシー加入はほぼ確実なんじゃないかなと言われてます。ということで今回は契約内容の詳細とククレジャのプレイスタイルを解説し、チェルシーでの起用法を考察していきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。レッツゴー。はい、まずは今朝のロマーナさんのツイートによりますと、マルク・ククレジャがチェルシーへ Here we go! チェルシーとブライトンの間で5000万ポンド約81億円以上の契約で完全合意が成立しました。個人的な条件はすでに合意されており、マンチェスターシティには無理だ。ククレジャがチェルシーの新加入に決定。リーバイ・コルビルはブライトンに加入する寸前です。こういったツイートが出てましたと。つまりチェルシーはククレジャの獲得で合意し、マンチェスターシティは契約に至ってないと。そしてコルビルのブライトン加入も近づいてますよっていう感じですよね。と、こんな風にね、いつも通りの完全合意のツイートが来て大歓喜だったわけですよ。めちゃくちゃテンション上がったわけですよ。ただこのロマーナさんのツイートから1時間後にブライトンの公式アカウントから公式声明がツイートされまして、クラブ声明、マルク・ククレジャ、今夜の多数のメディアによる不正確な報道とは裏腹に、どのクラブともマルク・ククレジャを売却する合意に達していませんという風な声明を出してるんですよね。ロマーナさんのヒアウィーゴーっていうのはクラブ間と個人間の両方の合意が決まった場合の状態ですので、もちろんねクラブの公式発表より早く出るわけなんですけど、普段ならクラブの公式がジャーナリストの報道をわざわざ否定することはしないので、ここはねちょっと気になるんですよね。まあさっきも言ったようにブライトン側としてはコルビルの契約がまとまり次第ククレジャの契約も完全になりますよっていう感じだと言われてますので、明日の朝には情報は更新されてるんじゃないかなと思ってます。頼むからね、この騒動がきっかけで破談とかはもうマジでやめてくれよって思います。ちなみにククレジャの移籍金は5250万ポンド約85億円で、2028年までの6年契約になるとされています。またここも新体制らしいというか、かなりの長期契約になりそうですよね。さらにコルビルの契約に関してはブライトンへ2000から2500万ポンド約35億円前後の移籍金で完全移籍、これに4000から4500万ポンドの買い戻し条項がつく可能性があるとされております。まあね、コルビルの放出ってのはファンとしてはねトップチームで見たかったっていう気持ちがめちゃくちゃ強いんですけども、本人の成長を第一に考えますとチェルシーでは出場機会が限られてくると予想されますので、優秀なグレアム・ポッター監督のもと近年上位に食い込みつつある力を持っているクラブへの買い戻しオプション付き移籍ですし、しかもダン・バーンが入荷するククレジャがチェルシーに移籍してるので3バックを採用してますし、左の層はね薄くなってますので、コルビルにとってもね最適な環境での出場機会が見込めると思うんですよ。まあ、さらに買い戻し条項も70億円程度という、まあね数年後コルビルがビッグになっている可能性っていうのはめちゃくちゃ高いですので、ここも妥当な金額なんじゃないかなと、そこまで高すぎないんじゃないかなと思います。そしてコルビルの移籍金を差し引くとククレジャを50億円程度で獲得できたことになるので、これはチェルシーにとってかなり素晴らしい取引になったんではないでしょうか。しかも間接的に獲得を狙ってたマンチェスターシティの戦力アップを吸収したことにもなりますよね。ということでここからはククレジャのプレイスタイルと加入した場合の起用法を見ていきたいと思います。プレイスタイルに関してはまず最大の特徴はなんといってもフルタイム縦横無尽にサイドを駆け回るスタミナ、運動量を持っており、エネルギッシュかつパワフルなプレミアリーグ専用サイドバックというところですね。わかりやすく言うと小柄だけどめちゃめちゃ足が速いマルコス・アロンソみたいな感じです。結構えげつないでしょ。昨シーズンプレミアリーグに加入してきたばかりなんですけども、もう1年間でねめちゃくちゃ成果を残してベスト11に入ってもおかしくないんじゃないかみたいな活躍を残したわけですよ。足元の技術は突出してるわけではありませんが、ピンポイントでクロスを入れることもできますし、チェルシー戦でもウェルベックのヘディングをアシストしたクロスってのは素晴らしく精度高かったです。そしてサイドバックとしては希少な高い位置でガンガン仕掛けられるドリブルを備えているところが非常に優秀でして、昨年のユーロを優勝に導いたイタリア代表のスピナッツォーラがそうだった
ように攻撃参加した後にクロスを上げられなかった場合でもディフェンスを1枚剥がして短期で状況を打開することができますので数的優位を作れますと。ここがチルウェルと一番違うところであり最大の魅力だと思います。日本ではね、富安を唯一ケチョンケチョンにしたというのがどのウィンガーでもなくウィングバックのククレジャだったということですから。そして非カウンター時にも全速力でゴール前まで戻りインテンシティに加えて守備スキルも高いためそのままボールを奪い切ることもできます。さらに昨シーズン3バックのレフトセンターバックで起用された際にもサイズのアドバンテージを感じさせないほど安定したディフェンスを見せていましたし、さっき言ったように守備スキルも高いので攻撃的かつ従来のサイドバックのディフェンス力も兼ね備えている、まさにねウィングバックの完成形と言ってもいいタイプの選手だと思うんですよ。正直ねチルウェルよりもスペックが高いです。もしかしたらポジションをね奪うかもしれません。ということでチェルシーに加入した場合の起用法を考えていきますと、まずはそのチルウェルとの関係性ですが、まあ今後のセンターバックの補強によってここはね変わってくると思われますが、やはり最適な起用ポジションは左ウィングバックになると思われますので、チルウェルとのスタメン争いを促す存在っていうのが一番大きな要素だと思います。それに伴ってアロンソ、エメルソンは放出の可能性が一気に高まりましたので、チルウェルが不動のファーストチョイスだったところ、ククレジャと2枚で世界屈指のポジション争いとなりそうなので、選手に不満が出なければ、チェルシーにとっては最高の環境になると思います。まあここは、ブロックを敷いて守ってくる格下相手には、足元の技術とポジショニングスキル、そしてクロスとシュート精度で勝るチルウェルを起用、速攻カウンターや地上戦デュエルで勝利したい格上相手には、強度と対人スキル、そして運動量とスピードで勝るククレジャを起用、この全く違う使い分けができますので、獲得はね、かなり理にかなってると思います。リバプール戦でククレジャが活躍する気しかしないんですよね。ちょっとめちゃめちゃ楽しみなので早く見たいです。まあ、チルウェルは昨シーズン大怪我してコンディションが戻ってきてないでしょうし、アロンソ、エメルソも悪くはないんですけども、優勝争いする上ではこのくらいの補強が必要になってくると思われます。そして現状では、サールがモナコにローン移籍が決定したため、レフトセンターバックの選手層がスカスカなので、最悪ククレジャをコンバートできる、昨シーズンの活躍から計算に入れられるってのは非常に大きいところです。これでレフトウィングバックの人員整理と選手層、レフトセンターバックの穴埋めまで一気に補ってくれますからね。あと意外と可能性があるのが4バックで採用した場合のレフトバック起用だと思いまして、シンプルにセンターバックの枚数が足りてないので4バックであればもちろんねククレジャは激しい上下運動にも対応できますし、攻撃参加も生きてきますので、若干ねセンターバックとのビルドアップ面が怖いっちゃ怖いですけど、この4バックの可能性があればパウトーレス獲得の可能性もまたね高まってくるというところで、今出てるフォファナはね結構金額がかかりそうなので、今回はフォファナ断念してからパウトーレス獲得とかなったらめちゃくちゃアティーっすね。あと個人的に今回の補強で素晴らしいと思っているのがプレミアリーグ内の選手獲得に力を入れてるところなんですよね。結局一昨シーズンの大型補強では6人中5人がプレミアリーグ外からの獲得で、大金費やした割にはそこまでの活躍は見込めなかったですし、一番の課題であるプレミアリーグへの適応といった部分をすでにクリアできている選手の獲得っていうのは非常に賢いと思います。てかねずっとそうするべきだと思ってたんですよ。もうチェルシーはハマらない選手が多すぎるから、プレミアリーグ内からの獲得とあとはユースの選手で補えと、そう思ってました。今回ククレジャに加えてスターリング、チクエメカと、まあリーグ内移籍はその分値が張ってしまうんですけど、新シーズンすぐにフィットするのは間違いないんじゃないかなと思ってます。そして放出面も順調に進んでいってることもあって、まだ資金はね160億円程度残ってますので、まだまだこのままじゃね間違いなく補強は終わらないと思いますので、誰が来るのか、地上最大のビッグサマーになるのか、こっから期待していきましょう。